本当にラップをまずやってる人がいなかったんですよ、うん、あのドレイクが歌い出したりとか、はいはいはい、残念な結果になってほしくないなってやっぱ思うんですよ、うんうん、なんか若い子たちとか特に、うん、ずっと隅っこでやってるやつだと思うんですよね。かっこいいよねって言ってもらえるようにやっぱしたいな、うん、ヘッドライナーっていうの初っすね、うん、その肩書きがすごい。今回のイベント本当に楽しみにしてて、うん、もう来年一番でもいいんで、もいやまた呼んでほしいっす。なんで緊張しますね。会釈ぐらいしかしたことなくて、ねねね、はい、結構緊張しますね。いや僕もなんかちょっとそわそわ。そう、あいつは緊張してないでしょ別に。いやでもなんかあの親近感があってパンピーさんなんかの、うんうん、はい、すごい地元のすごい怖い先輩にめっちゃ似てるんですよ。あ、この感じで、あ、マジですか。めっちゃ似てるんですよ。背丈とかね全部似てるんですけど、はいはい、まあ、まあトップはそんなにこれまでねあんまり外との関わりをね多分あえて制限したとこもあって、あえて制限はしてないんですけど、なんか 2年前ぐらいまででも全然ね他の人とも、あ、そうですね、あ、そうかもしれないですね、曲もやんなかったし、うん、はいはい、そういうとこあるよね、はい、でも自分の世代ともワイザー氏の世代じゃ違いそうな気もする。本当ですか。捉え方というか、はいはいはい、なんかなんだろうな、自分の中だとまあいろんな世代で例えば、うん、叩き上げがかっこいい時代もあったり、硬派にやる人がかっこいい時代もあったり、なんかオールドアーティバスタドっていうウータンクラーの人とか、うん、時はなんかちょっとイカれてるのがかっこいいとかみたいな、それぞれ価値観があったと思うんですけど、そう、ね、確かにいるみたいな表現最近しなくなったもんね。そう、確かに、うん、でもなんか一貫してなんかブルースというか、はい、やっぱ身の回りのことを歌うっていうのは変わってないのかなっていう気がする。だからなんか身の回りで突拍子もないことだったり、はい、面白いことがある人の言う言葉ってこうスキルを超越して結構響いたりとか、まあでもジャンル音楽の一ジャンルになってはだいぶ来たよね。その、うん、昔の方がもうちょっとやっぱカルチャーとしてというか、もっとそこのいわゆる警察みたいな感じのトーンも強かったし、うんうん、なんでもヒップホップって言葉が自分のたちの世代にはやっぱあったんですけど、うん、トラップって風になってからはヒップホップって言葉って使うんですか。使う、確かにね、確かにですね、ラップミュージックだもんね、もうね。僕たちも結構最初の頃なんか小学生ぐらいの時にからちょっとそういうの聞いてはいたので、なんか本当にラップをまずやってる人がいなかったんですよ、うん、あ、身の回りもう全くいなくて、なんかでもあのその時15歳ぐらいの僕たち調べだと、うん、多分この東京と神奈川にラップやってる人って5、6人ぐらいしかなかったです。同世代で、同世代ですが上、まあ、2個、うん、まあ、下はその時はいないんで、うん、まだ15歳なんで、はいはい、もう同い年と上ぐらいで5、6人しかいなくて、で神奈川のイベントとかで、うん、なんかそういう同世代の人が集まるみたいなの言っても全然人、あのラッパーがそもそも歌い手がいないみたいな、うん、韻の踏み方とかも本当誰も分かんなかったんです。なんか教えてくれる人もいないと言いますか、うんうん、はいはい、でとんでもなくその地元の、あ、ちょっと上のもう10個上ぐらいの世代の方たちはやってたんですけど、やっぱ10個上、20、15個上ぐらいってあんま接点がなくて、あー、なるほど。でもなんかどういうふうになんかその情報を得ていいかが、その SNS とかまだそんなになかったので、最初すごいそこのまだ何なんだろうみたいな、あ、ヒップホップっていうのって、そういうものが、あ、なるほど。で、なんか雑誌とかも結構終わって終わるギリギリのところだったので、ちょうどだから冬の時代みたいなのがその辺に当たってるってこと、ね、そういうことだったんですかね。その10個上の世代ぐらいが俺自分の世代だと思ってて、言ったらリップスライムとか、うんうんうん、ドラゴンアッシュとか、そのメジャーでちゃんと活躍してる人たちがいて、でそれに影響を受けてって人たちだったから、多分その間が結構急に空いてたのかもしれないですね。だからもう本当ラップやるとめっちゃバカにされるみたいな感じだったんですよ。ああ、いや、ああ、そう、でも、そうですか、その時代っていうか。ああ、でも僕たちも同世代の女子にみんなでラップやってて、マジあいつらおかしいなみたいな。俺らの時は逆に一番多分日本語ラップが勢いがあった時期で、はいはい、そのメジャーシーンにはまだ届いてないんだけど、逆にかっこいいっていうか、そのもう高校生のイベントとかは全部ヒップホップだったし、兄弟は話すっすか。話します。もうオンラインゲームやっ
ってるんでお互いめっちゃ仲いいっすね、結構メンバーもオンラインゲームやってて、そこのサッカーなんですけど、サッカーのオンラインゲームやってて、そうか、兄弟ラッパー同士ではあるんだね、実は。あ、そうですね、兄弟でやってると、ね、自分ちも仲悪くないですけど。結構話しますか？話す、全然話すし、機材の話とかメール来たりとか。ご飯行こうよみたいなことあるんですか？あ、近くで食ってるからどうみたいな。それはないですね、僕。今日家族タイムだみたいな感じで断ったりとか。じゃあ結構話すんですね。話すんですけど、逆にそこのご飯行こうとかないんですか？まあ、2人はないか。でもその4人いたら別に変じゃないでしょ。4人いたら変じゃないですけど、そうですね、あんまちょっと、もしも3人とかもあんまないかもしれない。ちょっと気まずいかなみたいな。なんか生まれる環境とかで、なんか全く、なんか僕たちは例えばすごい貧乏なところで生まれて、そういう、もう周りに、もう生まれた時からそういうちょっと悪い人たちが周りにいますっていう環境に囲まれて生きてきて、本当に何が合ってるか合ってないかも分かんないような中でそういう教育を受けてきて、それでなんかラップをしたらそういうのが逆に、あ、そういう世界もあるんだって言ってくれる人もいるんですけど、逆にじゃあ僕たちのこの生まれたこの環境が当たり前で、そういう人しか輝けないものみたいになってもおかしいことだと思うんですよ、それも。今のシーンとかはなんかいろんな人が出てくると思うんですよ。それこそすごいバトルが上手くて、今はまあクリーピーナッツさんとかもそういうところでやられてたりとかすると思うんですよ、メジャーなシーンとかで。それもそれでなんか一人一人のなんかラップとかをジャンルとしてヒップホップとして捉えて、自分たちやってる人、僕たちもそうですけど、みんないると思うんですけど、なんかそのこれはこうだみたいな、僕たちの感覚だけでそれをなんか定義づけたりするのはなんかあんまりよろしくないのかなとか思うんですけどね。自分がまさにその先輩とかがやっぱこう、これはヒップホップっていうルールがいっぱい、はい、あった時代だったんで、はい、でもルールももちろん大事だったんですけど、海外の新しい人がどんどんそれを破っていくんですよ、ドレイクが歌い出したりとか、はいはいはい、カニエが急にちょっとヘナヘナなフローし出したりとか、はい、ってなった時に、あれなんか結局全部一個ずつ新しい人が変えてってんじゃんみたいなのがどんどん分かってきて、それだったらなんかやっぱ違うことだったり、どんどん試してルールとか関係ないんじゃないかなって、どんどん徐々にそれでなっていったような気は、うん、それこそ外見でも、僕が高校生の時とかは坊主かアフロドレッドか縛ってるロン毛か以外はダメだ、なんかもうその NG な感じ、完全に。だからまさにパンピーとかの髪型で出てきて、最初でもそれが言われたもんね、すごい。やっぱ言われたし、見た目のことが。そうそう、今別にそんないるから別にこういう人もあったけど、ラップやっててなんで横分けでみたいなね、そこはまあある種キャラクターだったけど、そんなも全然なしみたいな、そのちょっと中途半端な髪の毛の長さの人はもう絶対帽子脱いじゃいけないみたいな、そういう感じ。多分だからそういう人たちって側の話をするんですよね、多分ファッション的な捉え方をするじゃないですか。なんかそうですね、そういうことで言うと今のシーンとかいろんな人いるから、それを見てて面白いなと思いますよね。若い子たちもすごいラップ上手くなったりとか。確かに最近とかもうなんかヒップホップがなんか、それこそ US のヒップホップとか、なんかその音楽としてのクオリティが本当に高いと思うんですよ、単純にもうなんかまずそもそも高いと思うんですけど、それは本当にどん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 そういうふうに、まあ、もちろん毎日僕たちも努力して少しでもそういうクオリティのものをちゃんとしっかりと作っていかないといけないなってなおさら感じるところはありますね。藤井さんから見て、その今までの、その過去の、そのヒップホップの日本の歴史的なものも踏まえてみると、今の盛り上がりって、その藤井さんが先ほどおっしゃってた時代と比べてみても結構勢いあるんですか？でも最大なんじゃないの、過去一応その規模としては。まあ今回フェスだってことで、まさにそういうのもあるけど、いやこんな風になるって本当思ってなかったから、本当お客さんとかも全然5人とか10人とかだったし、女性が自分の音楽聴くと思わなかったし、単純にそれ聴いてますみたいな。それでもなんかこの人たちのおかげってとこもやっぱりあるじゃん、そのやっぱりラップ選手権のパブロのとこでだいぶ時代変わった感じはあると思うよね。まあ、あの時全国で8名集めるの高校生無理だったって言ってましたもん。でしょ。あ、そうなんですか。初回はね、本当に誰もやってなくて、あ、そうなん、本当にギリギリで集めたような感じなんですよね。でもだからあの時多分
全国でラップやってる子って本当に50人もいないと思うんですよ。高校生とかだったら高校生とかだと絶対いないですね、うんうん、今もう何千人だよね、うん、絶対ね高校生とかね。あ、まあ、そうなのかもしれないですね、うん、確かに。でも若い人たちがてか世代の若い方たちが正解に変えてくれてるから、うん、それは素晴らしいことだと思うし、うん、でも自分とか、まあ、ヘッドライナーとかになってたら、ヘッドライナー2組がそう、うん、あれですけど、なんか基本的にずっと隅っこでやってるやつだと思うんですよ。ずっとなんかさっきも言ったブルースじゃないですけど、自分の身の回りって言ったらそんな、うん、そこまで突拍子もあることが起こってるわけとかでもないから、うん、割と妄想したこととか、うん、なんか好きな映画の角度を、うん、切り口を変えたことを歌ったりとかしてるだけで、でもそれが刺さるやつらもいて、うん、昔からそのこれ楽しいぜっていうのをミックス CD とか、うん、ミックス MD とか作ってたんですけど、それをずっと配ってあのみんなに共有してそこで楽しんでるっていうのをずっとやってるだけかもしれない。規模がだんだん大きくなってきたぐらいだんだん勝手にっていうね。えでもワイザー氏とか自分の曲とか聴いてくれたりしてるんですか？お聞いたことありますね。あ本当ですか、はい、あとそれこそなんかマイスタイルとかって、はいはいはい、あれとか懐かしいね、懐かしいね。結構なんかめっちゃかっこいいなと思いました、その当時も。アクロと AK さんと、そうそうそうか、そう、ジェイ君に聞いて、はい、なんかバッドホップの人たちのパンピー君もマイスタイルで知ったらしいです。あなるほど、ね、その前からもちろん知ってはいたんですけど、マイスタイルでおもうこ、うん、なんかイメージ、あこういうこともすごいガツガツ、あ、はい、この面もすごいかっこいいなみたいな、なんかいやありがたいですね、はい、それこそシーンとかでなんか考えたりとか僕は結構することもあって、うん、シーンのことを考えるっていうか、なんかそのなんか残念な結果になってほしくないなってやっぱ思うんですよ、うん、なんか若い子たちとか特に、うん、なんかそれこそさっきの話じゃないですけど、ヒップホップってなんか地元とかとすごい密着してると思うんですよね、うん、それすごいいいことだと思うんですけど、でもちゃんと導いてくれる人ってその中ですげえ少ないと思うんですよね。お前イベント出るだったらお前何枚なんか人を呼んできてあれだとか、うん、そしたらお前ノルム払えみたいなこととか多分やってる人いると思うんですよ、うん、まあそういう人たちがだからいわゆるそこにこれはヒップホップなんでなんとかなんでみたいなこと言ってそういうことやる人とかもいっぱいいると思うんですよ本当に、なんかそういうの前より減ったと思うんですけど、なんか若い子たちの本当なんか近く成功に早く早く行ってほしいなと思うんですよ、うん、それができる時代だと思うんで、うん、その中でなんか僕たちはどん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 上にどんどんヒップホップを持ち上げようみたいな、うん、もっと頑張って自分たちが頑張ってこのジャンルをちゃんと確立日本でもさせて、まああんまりメディアとかでもその変な取り扱いをされないようななんかものに、なんかラップやってますから笑われるような感じじゃなくて、あかっこいいよねって言ってもらえるようにやっぱしたいなっていうか、好きな一つのカルチャーとか音楽としてそれをやり続けて少しなんか自分たちの中でも手応えがあって、あでも今はなんかすごいずっと縦の動きじゃなくて上に上にって目指してたんですけど、次は横の動きをしっかりしないといけないんだなと思って、もっとそこを充実させることが今は必要なんだなと思って、そういうことはずっと考えますね。なんか若い子たち横っていうと具体的にっていうと、それこそまあ自分はその他のバッドホップとはまた違う人たちのちょっと裏方って言ったら変ですけど、そういう動きもしたりすることもあるんですけど、そういうプロジェクトを提案してその人をそういうもっと持ち上げられるような動きとかみたいなことを提案して考えて話してっていうのをやってたりとかもしたりもするんですよね。なんかそういうことをしてどん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 もっとシーンをでかくさせたいなって思うんですよ、うん、あのスタジオを作ったのもワイザー氏のアイディアですか？あの川崎っていうか、そうですね、なんかもともとずっとスタジオを作りたいねっていうのを言ってたんですけど、うん、でなんかそれこそ若い子たちとかともなんか音楽作れる環境を作りたいなとか思ってて、でなんかそのをそれこそ朝4時50ぐらいまで飲んでて、それをすごいなんか知り合いの人に熱く語っちゃってたんですよ。なんか僕がなんかあのこういうのが必要なんですよみたいな、でなんかそれこそ違うところ行った時はなんか、まあ、海外とか行った時はそういう無料でその使えるスタジオみたいなのがいっぱいあるんですよみたいな、その時の起きた時の朝
過ぎですかねにニュースを見て、その時にもうその地元でラップをやっててサイファーみたいなのをやってて、その中でなんかまあ罰ゲームみたいので川に飛び込んで亡くなっちゃうみたいな事件があったんですよね、川崎で。で、ああみたいな、近すぎてなんかもうおーみたいな、すごいその朝方まで話してて、ああなんか自分たちがもうちょいそれをスピード感を持って進めていたらそういうことは起きなかったなって思ったんですよね。その子たちは多分サイファーをそういう多摩川って場所があるんですけど、そこでするんじゃなくて、多分もしかしたらスタジオで楽曲を作ってたんじゃないかなとか、うんうん、そういうのを思って、で、もともと作ろうってずっと話してて、物件をいろんなところに見に行ったりもしてたんですけど、それでもそれをやるのに1年半ぐらいもかかっちゃってたんですよね、それ最初に話が出た時から。その中でなんか、あ、もうそれも踏まえて、あ、もう本当にいよいよ本格的に若い子たちのちゃんとした自分たちがそういう憧れてくれたりする子がいる分、なんかちゃんとした道をなんか見せていってあげないと、このブームみたいなことがなんか変な方向に行っちゃう可能性があるんじゃないかなみたいな。結構もうやってることがなんかその KRS-1 じゃないけど、その昔からいるヒップホップの人なんですけど、その人もなんかエデュテイメントつって、なんかこう教えていく上でやっぱヒップホップは教育でもあってみたいなこと言ってたから、結構やっぱり時代変わってもそれをずっと体現してるなとか思っちゃったですね、今それ。ヘッドライナーっていうの初っすね、その肩書きが。だからなんか助言をでもなんかフェスってなんか結構比較されるじゃないですか、このアーティストは良かったけどこのアーティストは微妙だったみたいな、それもお客さん多分楽しんでるところもあると思うんですよね。なんかあライブやっぱうまいんだなとか、微妙なんだなとか言えば見ると、そういうところで言うとなんか結構試される立場ではあるかもしれないですね、締めにふさわしいかどうかみたいな。すごい今回のイベント本当に楽しみにしてて、なんか楽しみっていうか、 なんかどちらかというと楽しみにしつつちょっと気合入って、を少しずつ貯めてってるんですけど、なんか初めてこういうオファーをされたなって思ったのが、なんかそのステージもちょっと自分たちのアイデアも出して加えることもできるのでみたいなことを言っていただいていて、海外のフェスとかって一回一回チェンジしたりとかするのあるじゃないですか、アーティストによって。あ、でこそんなことなんかいわゆるこれワンマンライブみたいなことやっていいんですかみたいな、その すごいな、なんか予算すごいなとか思うんですけどすごいなみたいな思うんですけど、でも本当にそんなことやっていいんですかみたいな、そんなことが初めてなんで、あ、もうそれは相当気合入るよなっていうわけじゃないですけど、なんかもう自分たちのようにやって、全部内容考えていいんだみたいな。まあでもいい機会だし気合入るよね、やっぱそれめちゃくちゃやる気は見せてやろうっていう、その、はい、上がりますよね。すごいなんか初めてのメンツなんで、普通に見たいっすね。だからさっきも言ったけど、ここ見たいっすね。ここもだってね、ほぼ一緒になってないっていう。そうっすね、藤井さんのイベントだったりぐらいなのかね。人間交差点も多分一緒になってます。あ、そうか、人間交差点だったか。土砂降りの土砂降りの時ですね。その時にバークさんにだけ会釈しましたなんでおかしないいや、なんかトイレから出てきたねってことね総括ではないけども、ヒップホップだけでこんだけの規模のフェスができるっていうのは本当に、そうですね、すごい喜ばしいことでもあるし、だから二人がしっかり頑張って来年以降も続くように。いや、だって素晴らしい本当イベントですね。初の試みみたいなところもあると思うんですよ、日本の。本当だよね。来年一番でもいいんで、また呼んでほしいです。